こんにちは、脱力系マクロイチャンネルのやっちゃんです。今日は卵を使わない目玉焼きを紹介したいと思います。卵ってやっぱりアレルギーの方が多くって、以前も卵を使わないオムライスとか天津飯なんかの動画も上げているんですけれども、目玉焼きって半熟の食感を出すのがなかなか難しくって、今までできていなかったんですが、最近アガっていう植物性の凝固剤を使い始めたんですけれども、それが半熟卵の食感を上手に出してくれるんですね。今日の動画を見ていただくと、卵アレルギーの方も食べられる目玉焼きを作ることができるようになります。よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。では材料の方なんですけれども、まず白身の方はお豆腐に米粉、お水とお塩ひとつまみ、これで白身を作っていきます。そして黄身の方なんですけれども、人参ジュース、アガー、そして白味噌にオリーブオイルを加えていきます。まずボウルにお豆腐、米粉、片栗粉、お塩をひとつまみ、そしてお水、これを入れてブレンダーで滑らかにしていきます。これで白身を焼いていきます。フライパンに油を敷いて、そこに先ほどの種を流していきます。火はね、中火くらいですね。白身と同じぐらいの大きさに焼いていきます。裏面は焼かずに表だけを焼いていきます。なので少し周りに焦げ目がついてくるぐらいしっかりと火を通していきます。縁のところがね、きつね色に色づいてきて、裏もきつね色に焼けてきたら、これで揚げていきます。はい、で次に黄身の方を作っていきます。アガーを入れます。アガーはね、すごくダマになりやすいので、ここに人参ジュースを少しずつ加えて、ダマにならないように少しずつ伸ばしていきます。アガーが溶けたら、ここに白味噌を少し入れます。そしてオリーブオイルも入れていきましょう。はい、これをよく混ぜたら火にかけていきます。沸騰するまで中火にかけていきます。はい、沸騰してきたらすぐに火を止めます。アガーは90度の温度で溶けるって言われてるんですけども、沸騰しすぎるとね、固まる力がまた弱くなってしまうんですね。なんで沸騰してきたらもう90度には達しているので、火を止めて、その状態でよく溶かしていきます。はい、しっかり攪拌して溶かしたら型に入れて固めていきます。底のね、丸い型に入れてください。今回はね、製氷機に入れていきますけれども、丸い型だったら何でもね大丈夫です。大さじ1杯ずつぐらい入れて固めていきましょう。はい、これで冷蔵庫でしっかり固まるまで冷たく冷やします。はい、冷蔵庫で1時間ほど冷やしました。これを先ほどの白身の形に焼いたものの上に乗せていきましょう。
こんな風に載せたら完成です。はい、完成しました。プルプルの食感で、色もね、人参で濃いオレンジ色にしたので結構食欲をそそる色ですよね。では早速食べてみたいと思います。さあ割ってみるとこんな感じです。まあとろっとね、とろけるところまではいかないんですけれども、ちょっとこうプルプルっとした感じが半熟の卵黄に近い感じなんですよね。この白身と一緒にね、せっかくなので食べてみたいと思います。うん、人参の爽やかな酸味があるんですけど、味噌とオイルで結構濃厚さが出てて、めちゃめちゃ美味しいですね。まあ正直卵黄とはだいぶ違う味なんですけれども、これはこれで美味しいです。人参を蒸しにして潰したものでもね、作ってみたんですけれども、ちょっとやっぱり固形物が多すぎるとこんな感じで、トロトロ感があんまり出ないんですよね。こんな感じになってしまうんです。アガーの代わりに寒天で固めるっていうのもやってみたんですけれども、それはまたこのプルッと感っていうのが出なくって、すごくこうパキッとした感じの寒天になってしまうので、アガーを使うととても卵黄感っていうのが出るのかなと思います。卵が入らない目玉焼きで、ぜひアレルギーのある方もない方も一緒の食卓を囲んでみてくださいね。じゃあねー。